吉江さん、やっぱりいろんな活動してると活動の量の点と点がね、線で結ばれる瞬間ってやっぱその確率で増えてくるじゃないですか。だからまさにここに縁を感じるんですよね。縁ってのはまさにご縁でありお金の縁なのかなと思います。実はこのお正月ね、私もね、年末年始にかけて年末に1件年始に1件すごい久しぶりの方から入金とともにご連絡があったんですよ。というのがね、1件はまあいつものことなんですけども、年に1回即価塾の残金を払ってくださる方がいるんで、今回が最終日ですってことで、これ5年がかりぐらいで払ってくれたんですよね。で今回関西だったんですけども、その縁が続いてるのがいいじゃないですか。私の方から請求もしてないし契約書すら作ってないんですよ。ただ本当に口約束じゃなくてメール約束で、まあ分割を希望されたんで、まあそれでいいですよっていうふうにして、あとは私ずっと待ってるだけなんですよね。だから入金がなくたって私気づかないんですよ。そのぐらい人のことを信用して最初の即価塾に入りたいっていうその意思を尊重してるんですよね。まあいわゆるお人よしでございます。でもう一件年始にご連絡いただいた方は、実はね FX のオリガルヒについてもう一つの即価塾の別のコンテンツですよね、こちらの方に参加をしてくださった方なんですけども、塾費用をまだ払ってなかったのでこれで完済させてもらいますみたいな感じで、本来だったら30年分割のところをドカンと払ってくれたんですよね。で FX オリガルヒの方の入金もあって、オリガルヒはこれから始めるんですよ。だからね、なんかこう即価塾から一時期離れていたけども、新しい FX に挑戦するときにきれいにしておきたいっていうけじめをつけたんですよね。でさすがにね5年ぐらい経ってますから、5年間で30万できませんでしたかっていう考えると、まあできますよね、やっぱそれはね、まあだからね、そういうふうにこちらから働きかけてないのに向こうの方でずっと意識してくださったっていうのは非常にありがたいことだなと思うのと、やっぱ分割っていうのが基本的に緩い縛りなんですよね、きっとね。私もそこまで意識してないんですけども、30年払いいいですよって言って1000円ずつ払う方もいれば年間1万払う方もいるんですよ。でそうすると一応30年ぐらいの付き合いはできるわけじゃないですか。で入金のたんびに連絡くださるから連絡くださるし、そうなってくるとやっぱね、その人のことを私も強く意識して、その人と出会った頃のことを思い出したりとか、まあ、メールボックスからその人とのやり取りを見て、ああこういう商品作っていこうかな、こういうアプローチしようかなっていうふうに、またねなんかねそこで生まれるものがあったりとかするんですよね。まさに点と点がこう線で結ばれるっていう。これがだから1年2年とかではそういうエピソードって生まれにくいんですけども、数年単位とか10年を超えた単位でやると、5年前6年前10年前の即価塾始めた当初の方みたいなこともたまに出てきたりとかね、本当になんかいろいろあるなと思いますね。まあこれがまさにご縁ですよ。ね、縁、どっちの縁でもある、人の縁でもあるしお金の縁でもある、両方とも人が紡ぎ出す縁じゃないかなと思いますね。じゃあ。